100均で、絵の具、これもうちょっと使い果たしちゃったんで、もうほとんど入ってないです。ですんで、100均でまた購入してまいりました。ですね、でパレットもこれ100均で買ったんではないですね。これについてたんですね。これは水彩の、筆ですね。こういうの描くときは先が硬っ、こういった先の平たいもの、これですね。今回はこれを使ってます。これでこれ購入した時にこれがついてまいりました。こんな感じですね。Terrible dream.